TTF チャレンジ8第2試合フライ級5分2ラウンド青コーナートライブ東京 MMA 河北春樹ジム期待の星でもあります。20歳168センチ河北春樹。赤コーナー鋼ジム大竹よおキャリアでは上位24歳169センチ大竹よお。大竹が手首にこれ赤いテープを巻いています。お互い黒いトランクスを着用していますが、これちょっと目印になってくるかもしれません。さあ両者握手を交わして離れました。 TTF チャレンジ8、2年8ヶ月ぶりに開催された TTF チャレンジ、そこでトライブ東京 MMA の川北がどんな戦いを見せるか。川北の方がこれ左手を前にして構えています。オーソドックススタイルですね。さあまず開始直後右のインロー川北、そしてそれを見せてタックルということですね、うん、まずまあ組みついていこうという形。そうですね、あでも大竹選手も、はい、しっかりケージ際に、はい、おいいですね。おそれ足元からすくうようにします。だいぶこれ理にかなって力も加えていきます ね、うん、いいすね川北しっかりケージの横に倒していきたいですよね、はい、大竹選手は、はい、こうケージに沿ってそうです、沿ってというように相手を寝かせたいですよね、はい、この状態だと背中つけるんで、はい、川北選手はここで背中をケージ、ケージ側に寝かされたくないですよね、はい、まあ、大竹の方がこうして攻めて、うまいですね、足を巻いてますね、はい、引き寄せてこの動き重要なんですね。これは嫌ですよ、うん、あ1回転した首回りに川北、川北選手いいですね、返していきました、はい、しかしその両足これが大竹捉えて焦点となってきそうです、うん、いいですね、はい、大竹選手もしつこくいって、しっかりここ、はい、倒したいですよね。これ大事な時間ですよね、はい、川北選手は嫌がらせとかしたいですよね、ここで、うん、倒されないように、はい、どうですかコツコツ殴っていったり、まあ、肘打てたら肘打ったりとか、はい、あでも大竹がフロントを狙ってますね、さっきから川北選手はここギロチンチョークはカウンターの形になるか、左腕を脇の間に刺してまた押し返しています、うん、いいね、これで川北このポジションでの頭への攻撃はこれ足では気をつけなければいけません ね、 そうですね、足はダメですね、はい、ああ右足有効、いいですね、しっかり後ろつきたいですよね、はい、あまずその形をなしてから、はい、ということですね、今の この状態だとまだ、はい、あ今はもう自分の体を有効に使えていますね。川北がこれバックに回る、そして首回り、いい攻撃を仕掛けてまいります。さあ今大竹サイドにこれセコンドついていたとしたらどんな声かけますか。あここはしっかりやっぱバッチョーク取られないようにディフェンスしたいですよね、はい、おーだいぶ右の腕が入りそうで、あまだですね、ここはチョーク取られないようにしっかり、そうですね、早めに整体したい、でもさせない、ああ喉元のあたりにきっちりと右腕入りましたね、入りましたね、いや2戦連続ですか、チョークですね、リアの一度チョークで、しかも2戦連続今大会1ラウンド決着、1ラウンドですね、早いですね、大竹選手も最初良かったんですけどね、やっぱり川北選手うまかったですね、うまさ切り返しもうまかったですよね、はい、倒されてからの49秒、リアの一度チョーク青コーナー。さあ改めて試合を振り返ってまいりましょう、はい、おいい表情になりましたね、またいいですね、川北選手です、はい、素晴らしいですね、素晴らしいチョークでした、プロ2戦目で初勝利ということになりました、はい、バック取ってから早かったですね、そうですね、この右側もうかなり深く入ってるんで、もう最初の試みの段階からだいぶいい形にセットされていた、そうですね、右手がかなり奥深く入ってるんで、はい、いやこれで初の勝利をプロで飾りました川北春樹、素晴らしいですね、ですね、これ名前も覚えていただきたいと思います、はいはい、これから楽しみですね、そうですね、まだ若い20歳、はい。